動かないで。天井の後ろに怪しい影がいる。どうしたの？何を一人でルツルツと。それにおかしいわ。いつもよりもう得体の知れないものが溢れ出てる。だって幼馴染だから天井のことは分かっちゃうよ。だけどなんだろう、なんだか天井に悪いもののような気がする。当たってるって？ううん、違う、そんな感じじゃない。どちらかというと疫病神っぽい。とにかくじっとしてて天井。それ払ってあげる。大丈夫、痛くしないから。でもそれじゃあ私天井のために何もできないよ。え、私に？何？天井は天井でしょ。それより変な霊気が。天井どうしたの？いきなりタクトでも持ってるみたいに腕ブンブン振り回して。うん、よくわからないけど。わかった。え、何？何？ここ。ぷかぷかしてるし。何？なかったよ。ありえないけど。おかしいわ。天蔵がこんなにモテるわけないもの。これは何か原因があるはずだわ。いいわ、私に任せて。私があなたについた悪霊を退治してあげる。モテない天蔵を使って女の子にこんなことをするだなんて、よっぽどたちの悪い霊なのね。このくらいたちの悪い霊だとどんな霊か調べなくちゃいけないわ。準備なしには何事も困難になるわ。私調べてくる。天蔵待っててね。私が助けてあげるから。図書館、文献を調べなくちゃ。じゃあ。あ、天蔵追いかけてきたの？ちょっと嬉しいかも。ううん、なんでもない。あ、ねえねえ、天蔵ってどんな本が好き？昔絵本とか一緒によく読んだよね。私も同じだね。あ、そうだね。天井についてる悪霊を調べなくっちゃ。ごめん天井、はしごを支えててほしいの。お願い。頼もしいね。よし、いっぱい見つけなくちゃ。しっかり支えていてね。この辺かな。これがごっつい悪霊だ。あとはそれとこれと、うん、こんなものかな。まだもうちょっと欲しいけど急いだ方がいいような気がするんだもん。どうしてか。待っててね天蔵、この中についてる悪霊のことが絶対記載されてるわ。私がすぐ天蔵を楽にしてあげる。え、何？お結構？え、その天蔵好きな人がいるの？そっか、そうなんだ。分かった、その恋私も頑張って応援するね。天蔵が好きになった人か。きっと素敵な人なんだろうね。任せて天蔵、私が究極に効くおまじないしてあげる。あの本はこの中に
るんだ。ちょっと行ってくるね。恋をしてるんでしょ。応援するよ。大丈夫だってば。私に任せて。じゃあ炎上。ダメって言ったのにどうして。あ、キャー、キャー、あ、逃げて炎上。炎上、私のことはいいから逃げて。口の中を狙って。そこが弱点だから。触手が絡みつくよ。口の中を狙って。そこが弱点だから。口の中を狙って。そこが弱点だから。触手が絡みつくよ。天井、口の中を狙って。そこが弱点だから。天蔵、でもまた天蔵に助けてもらっちゃった。ううん、ダメだよ。天蔵のこと考えてたら簡単な呪文も間違えちゃうし、私が間違えて召喚しちゃったの。ほんといつも天蔵には助けられてばっかり。
いつから？あれは幼馴染だからだと。本当に私のこと好きでいてくれたんだ。うん、そうだよね。だから嬉しくて。本当言うとね、ずっとずっと好きだった。私もあなたのことが好きです、天蔵。大好きだったの。ずっと幼馴染としてだけじゃなくって、男の子として。天蔵、ほっぺん真っ赤。そんな風に照れるとこも大好き。どうしたの？あ、天蔵、見てあれ。ほら、とっても綺麗。